ジークンドー、ジークンドーといってもなんか皆様なんだかよくわからないと思うんですけれども、ブルースリーというと、ああのという感じが、あると思います。ブルースリーという、まあ、カンフー映画の元祖の俳優さんがですね、作り上げていた武術、教えていた武術、これがジークンドーというものです。武道ステーションではですね、ジークンドークラスというものがありまして、正しくブルースリーが、ロサンゼルスで広めていた武術を、この日暮里、この日暮里という街でですね、広め継承しているわけです。どうぞよろしくお願いいたします。先生方よろしくお願いします。はじめまして、 IUMA 日本純反古武術館の竹内和馬です。今日は、ジークンドー、ブルース・リーが作り上げたジークンドーという武術を少し皆様に見せようと思いますので、みんな楽しんでてください。よろしくお願いします。こちらから攻撃したミット打ちなら、次は相手から攻撃したものに対してこちらが返します。次は速い蹴り、6つほど、6ほどやります。ブルース・リーの映画見たことある人なら分かるかもしれませんが、トラッピングという技術をやります。トラッピングというのは、お互いこう右手を合わせたところからの攻防になります。相手の手を押さえたり、相手の動きを封じたりして自分が攻撃する技術です。ということで、次はちょっとグローブ
をつけてちょっと実践っぽい感じで動かしてもらいます。でもあったサイドキック知ってる人いますかね。あのドカーンってやつです。あれをここでやります。時間も短いのでこういった技術、他にもいろんな技術ありますけど、もし気になる人は日暮里武道ステーションの方に遊びに来てください。 G 群道は毎週月曜日夜7時から1時間半やってますので、皆さんよろしくお願いします。では、じゃあ最後みんな挨拶して。先生ありがとうございました、ね、生徒の皆様もありがとうございました、はい。以上をもちまして3クラス演舞を、全て終了いたしました。武道ステーションではいろいろなクラス、いろいろなインストラクター、一流の先生を集めてレッスンを開講しております。ぜひご来館くださるようお願いいたします。なおですね、本日3時からやはり30分間、武道ステーションで演舞の時間をいただいております。3時からの部はですね、イスラエル軍隊格闘技、クラブマガの演舞、そして先ほどありましたカンフーランド、その瀬戸先生の生徒さんと水拳を使う謎の選手との、ノックアウトルールの試合をここで行います。試合をここで行います。そして最後は、フィリピン武術、謎のフィリピン武術の演舞を行います。クラブマガ、中国武術の試合、そしてフィリピン武術の演舞をここで行いますので、まあ、お時間のある方は3時にまたいらしてみてください。とりあえずここで、1時からの部を終わらせていただきます。どうも皆様ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日暮里マルシェはまだまだ続きます。ぜひ楽しんでいってください。ありがとうございました。